京都ぶらり歴史探訪。京都随一の参拝者を誇る伏見稲荷大社。古くから人々の信仰を集めるその真実に迫ります。五穀豊穣を願い狐が加える品とは。金色のこういう長いもの加えてましたし、幾重にも連なる朱色のトンネル千本鳥居。これだけの鳥居が建てられた理由とは。その先では神秘的な世界も体験。ここだけなんか別次元っていうか。そう、参道では神社ゆかりの名物も。伏見稲荷大社の魅力を余すことなくお伝えします。京都ぶらり歴史探訪、お楽しみに。